最強か、重傷を負ってもピンピンしてるテリーマンについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。試合終わったら意外とピンピンしてるし、キビキビ動くなこいつ。来週になったらもうタイヤ後欲しくなってるよ。超人は再生能力高いってのはジェロニモの時からの設定だから、加藤超人とはいえテリーマンは相手の見せ場をちゃんと用意できるプロレスラーの鏡ですからね。どこかの未開のバカと違って、キングザ100とにわざわざ殴りかかっていてーとかやってた気がする。この次テリー試合に出るのいつだっけ。次は未開のバカ戦だよ。お話的には始祖編の終盤かな。必要に頭を潰しに行くの怖い。メディカルマシン本当に必要だった。メディカルマシンで過去の疲れをすっかり取ったから、ここまでピンピンしてるのかもしれないじゃん。メタ抜きでも激戦に次ぐ激戦で、アイドル超人に療養は必須。なんか血たまりに倒れ込んでたけど、本当に放置でいいのかよこいつ。見かけのダメージより息があるかどうかのが超人の生死の見極めには便利。どんだけ激戦でも試合後は割と普通に動き回るよね。勝った方負けた方は変な形になったりするが、骨でタイヤ削るの好きだったけどグロすぎて改変されても仕方ないか。なんかその後のラジアルの自殺がすげえグロくなってんだけど、シングルでもいい試合するけどやっぱり地味な感じは否めない。騎士郎の失血に見えるがタイヤコンで済む話なのかあれ。肘の方も相当重傷なはずなんだよね。レイは見ればわかるよ。ミート君は全身バラバラでも死ななかったんだ。冷静に読むとテリー VS ラジアル他無用対数1人 VS2 人始祖 VS 騎士絶元の危決戦って全然時間経過してないんだよね。ネメシス戦でようやく1日置くくらいのペースだった気がする。ノックが今回ばかりは過労で倒れるかと手愚痴るぐらいには超過密日程なんだよね。始祖編あれだけやられたジェロニモですら割と元気にギャラリーやってるからな。原作だと無道に口を破壊されたけど普通に喋ってたジェロニモ。再生能力高いのにカプセル入れてたのか。メディカルマシンは中からも外からも解除できないし、ラーメンマンの頭の絆を三死でちょっとポンコツなのではって思う。カラーになったら分かったけど、そういえばすげえ血出るなこの漫画。テリー VS ラジアルから銀 VS 最古までが半日の出来事。この後1日あるかないかでジャスティス戦だっけ。2戦目は耐えさえすればクリアだから、楽勝るこんなに簡単にダンベルがもらえるなんてラッキーだよね。その攻撃アシュラマンがどんどんバラバラになっていくのですが、仲間たちの手足をくっつけてるから再生能力は高い一方、フル傷でずっと苦しむ超人もいる。テリーマンってこれが代表必殺技っていうのないよね。筋肉マンの筋肉バスターみたいなの。筋肉ドライバーやれるぐらいのテクニック。フィジカルはあるけど自身の技として必殺級の威力の技はないな。ブレインバスターでいいんだよ。テリーのフィニッシュなんて強いんだか弱いんだかよくわからんやつ。いや確実に強いはずなんだが、多分ニューマシンガンズカウベルスタンピードはテリーも使えるんじゃないかな。思ってたより垂直落下だったなブレインバスター。全身全霊のブレインバスターってマウンテンとかラジアルとか巨漢相手だからこそ脳天ダメージの強さも増すんだろうな。アパッチの雄たけびとチョップだけで食っていけそうなジェロニモと正反対に進んでる感じ。改めてアニメで見るとラジアルギミック超人すぎる。タイヤに意識が向きがちだけど射程めちゃくちゃ長い。サスペンションブーツずるくないってなった。射程伸びるだけならまだしも、足への関節技無効がかなりせこいぞ。足への関節技なんてテリーかウォーズしかしないじゃん。試合だけ見るとラジアル耐久力なさすぎ。頭を執拗に狙われたため、兜つけてるのにと思ったけどむしろ弱点だから念入りに守ってたのかな。普段は兜タイヤで一番安全だから。原作序盤で超人は回復早いから人間の医者の診断よりもっと短期間で全開できるんだってやり取りあったし、超人マジ回復早い。でもスグルガエッ、私はそんなことないんだけどって言ってたのがダメだった。人間なら全治半年の怪我も優れた、超人なら全治3日らしいから、そやテリーの裂傷も半日で治るわけだわ。
全身の骨がバキバキになるとさすがにテリーだって辛いんだ。アニメで動き付きで見ると普通に危険技だな。テリーの連携、テリーマンっていつ銀髪になったっけ。最初から銀髪だよ、原作カラーは。ただキューとかだとゆでもたまに金髪カラーで描いたりする。ところで開幕奇襲あれ意味ある？タイヤの関係で頭を鍛える意味が薄かっただろうからな。全力で目立ってるやつをぶつけられた上に V 道に目をつけられるの割と散々だな。テリーサスペンションブーツロープからリングの中央くらいまで距離あったけど普通に届いててやばい。元のテリーファンクからして派手な技なくても盛り上げる名人だからな。地味だろうが試合盛り上がればいいのさ。あとムーンサルトプレスは晩年稀に見せてたので、マサヨシ戦でテリーが使うのマニアックだ。超人強度って何の数値なんだろうって今回改めて思った。耐久性にはどの程度影響があるのか。あのタイヤも身体の一部だからダメージ食らってるんじゃないのかね。技は地味だけど試合自体はすごい盛り上がりそうだ。テリータイヤだってラジアルの体だって思えば大ダメージだから。はちゃめちゃに濃厚だけどこれ2日か3日ぐらいの出来事だっけ。超人始祖編って一人で連戦してるの最古ぐらいで、後はいろんなメンバー同士がぶつかってるからね。ジェロニモとか結構死んだと思った人いたみたいだから、超人はイメージよりもだいぶ頑丈ってことは周知する必要あるかもしれない。命取るところまでいかないだけで試合中はテリーだってマジで行くんだから当然だよ。ボロボロだったけど筋肉マンが来てからはどんどん回復していった。ダルシムみたいに即伸びてたなラジアル。テリーもサスペンションブーツで頭直撃してたよね。ダウンもしてたよね。連載期間に対して1日のイベント数がすごすぎてスグルがピーク戦でのダメージと疲労があるって言われて、読者がそういや同じ日だったなって思い出すくらいだ。1日に未戦してるんだよなサイコマン。ラジアルはテリーを痛めつけることにばっかりこだわってたのが悪いのかな。ちょっと都合しんだけどテリーの方が戦略的に試合やってたと思う。いや普通はあれだけダメージ食らったらもう戦えないってなるから、あれはテリーがタフすぎるだけだと思う。ラジアルの不運は自分の体がテリーマンよりはるかに巨体だったこと。ラジナンとして力を誇示して超人界を支配するための試合だと思ってるから、正義超人をズタズタにして屈服させたいのである。バッファローマンがメディカルサスペンション出るの遅かったら6人の悪魔超人で挑戦しに行ったんだろうか。牛は後から来るのは決まってたから。タイヤで全身削られるだけじゃなくぶっ飛ばされるわ、叩きつけられるわ、頭蹴られるわで散々ボコボコにされてるのにまだ起き上がるのすごいよテリー。サタンが粉々になった威力のギルティをされてもまだ生きてたし、テリーの耐久力は異常。ラジアルはタイヤやられたらやり返せずにそのまま負けだから、今まで干渉ばっかしてたのがあだになったのかも。完璧同士のスパーの時どうしてたんだって話だけど。カーフにコンドルキックにブレインバスターと全部頭部に畳みかけたのも相当効いたんだろうな。絶対あっけなくテリーマンがやられて敵の脅威を示す流れだったじゃん。それはもうジェロニモがやってくれた。正義軍の負けになっちゃうだろ。火事場のクソ力使わずにテキサスブロンコでどうにかするやつ。わずか1日で世界各地の観光名所がはちゃめちゃなことになってたのか。今更だけどアニメが始祖編までだったらロビンが鳥取砂丘に埋まったままになるのか。あれだけロビンの超人人生の集大成見せておいて、今あそこからまだまだ味がするロビンは何なんだよ。肉世界だと人類誕生以前に超人による戦士文明あるから、昔のもの引っ張り出すと上が壊れるの仕方ない。その遺跡の上に人間どもが勝手になんか立て上がったくらいの認識だよね。庭で終わったけどラジアル戦見せ場たっぷりだったな。最初テリーの技通らなすぎて、これブランクとか試合感とかそういうレベルじゃないってってなる。だってラジアルのギミックが完璧にテリーメタすぎるんだもん。筋肉ドライバーとかのキビスを抑える系の技もあまり効かなさそうだなラジアル。テリーマンよ、次は私が相手だ。改めて見るとこいつってなるな。ここ無茶言うなってなるけど、手加減するつもりだったのか。始
祖先ロビンは王位の流れから来る正義超人軍リーダーのロビン、成分強めのロビン。超神編以降のロビンは超人、オリンピックビッグファイトの荒ぶる挑戦者のロビン、そんなイメージ。タイヤとサスペンションブーツのせいで必殺技2回も無効化されたからね。傷の治りの話になるとすごいね、黎明期ってなる。寝た体勢からタイヤで加速するの格好良かったね。タイヤ一つ破壊されたのはアシュラマンの腕が一本潰されたようなもん。超人強度95万なのに謎の耐久力ってどういうことなん？あの数値は結局何で決まってるんだよ。超人パワーが基礎捨てとして、そこから普段の倍の高度やら回転やらでいかようにも倍増するから。タイヤがあるからであまり受けの練習をしてこなかったのかもしれんな。ラジアル1個壊されてそのままズドン。まあエルボーでタイヤ破壊してくるバカなんかテリー以外にいるはずないからな。超人強度は戦いにおいて大事な指針でもあるけど、それだけで全てが決まるというわけでもないので。だが待ってほしい、テリーは試合感が鈍ってるとかなんとか関係なく、とりあえず必殺技かけるやつじゃないだろうか。これから友となるかもしれない相手を死なせてしまう可能性があるから、完璧超人とは試合できないって理屈がすごく好きなんだ。あそこ漫画版だと後ずさりながらうろたえたような顔してるから、アニメだとちょっと声がリリしすぎないかってなっちゃった。ミートにしつこいぐらい試合前にタイヤに気をつけろって言われてたのに、ラジアルもタイヤボロボロになるほどの戦いを経験してないのがあだになったのか。体に刃物がついてる超人も多いのによく今までパンクしなかったな。なんならピーク以外全員タイヤ破壊できるだろ第一陣。ラジアルが負けた後にけなすわけでもなく見下すわけでもなく、正しくしくと敗北を受け入れてる周りがいいよね。ミートの言う通り、足回り攻めてもサスペンションブーツだったから結果的には正解だった。顔面殴るのはダメージ通ってたしね。バネで伸びる蹴りがずるい、射程長すぎるぞ。ズームパンチバリにニョーンって伸びててびっくりした。そもそもテリーは割とテキサス魂でどうにかするので、試合回しは雑だぞ。王子みたいにセコンドのことをよく聞く相手と一緒にしたミートも失敗だ。ラジアルもこの敗北を糧にタイヤを鍛えて頑丈にしたり、破裂した後も戦えるように他の技を考案したり、伸び台はあるはずなのにつくづくもったいない掟だよな。ゴールドマンがスグル戦での敗北を経てあの力に至ったと思うとなおさらにね。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。